皆さんこんにちは、モレノです。本日はシャビアロンソレビューしていきます。この日のアイコンというものになります。サネット以来ですかね、作成コストが40万コインになりまして、やや高いなという印象を受けます。今日来た確約とほぼ同じ値段になるので、まあどっちを取るかっていうのは今日ちょっと使ってみてお伝えしていければなと思います。身長183センチ、まあ結構やっぱりね、僕の中では想像通りですけど、意外と大きい選手であります。で、作成コスト、ごめんなさい、45万でしたね、今のフットビン見ると。で、44です。で、センターミット CDM 持っていますが、ここね、1個残念なポイントとして、まあ、センターミットとしては、ボランチプラスプラスであったり、ボックスボックスプラス、プレイメーカープラス、レジスタープラスといった素晴らしいプレイスタイルを持っているんですが、CDM としては、何も持っていません。ここはね、僕は残念だなと思うんですよ。で、なぜなら、この選手が持っているプレイスタイルって、ロブタツなんですね。で、ロブタツってセンターミットっていうよりも CDM の選手の方が、僕は生きるプレイスタイルにはなるかなと思っているので、で、シャビアロンソのベースカードは CDM がメインだったんですけど、まあそこはね、ちょっと変わってきたなって、変えてきたなっていう感じがあります。で、能力はフリットギャングと呼ばれる全スタッツ85への選手になります。で、特筆すべきなのはパスですね。パスが本当にいい能力しています。で、まあ、シュート能力が若干低いですね。決定力がないので、でただまあ、そこの他のスタッツは本当に、なんかまあ悪くないよねっていう感じのスタッツですね。で、今回シャドウをつけていきます。まあ、基本的にはね、守備を上げてあげるっていうのが、今のプレイスタイル、ゲームプレイに合ってるかなと思うので、シャドウをつけていきます。で、ただ、どう使っていくのが正解なのか、ちょっと今、どこピンときてないので、まあ、一回使ってみてって感じですかね。で、プレイスタイルに関しまして、パワーシュート、セッター、ロブタツプラス、スライダー、トラッパー、テクニカル。トラッパー、テクニカルあるのは非常にいいですね。シャビアロンソはあんまりドリブルがいいイメージがないので、まあ、そこが持っているのはいいかなと思いつつも、あとはここですね、パス。正直、ここら辺の白は欲しかったな。敵タカを含めて。この3つはあってもよかったんじゃないかなと思うんで、まあ、スライダー、CDM ポジションでスライディングタックルすることはないので、で、かつ、この選手パワーシュート打つかって言われたら微妙なので、そう思うとね、プレイスタイルも若干物足りないかなっていうふうには感じています。で、今回442のボックスボックスで使っていきます。やっぱね、ボックスボックスが僕の中では一番好きなので、まあちょっとボランチプラスプラスで使ってみてもよかったとは思うんですが、まあここのセンターミットの役割には困らない選手になるのかなと思ってます。ではアロンソを見ていきます。この選手がシャビアロンソですね。ドリブルに関しましては正直あまり良くないなと思いました。シャドウをつけた時のドリブル感覚は少し、まあ、苦しいなっていうシーンもあったので、まあ、やっぱりシャドウっていうよりは僕が使うならドリブルを上げてあげる方がこの選手にとっては合ってるのかなと思いました。ただ一応テクニカルを持っているので、まあ、少し苦しいなっていうシーンは積極的にテクニカルを使っていくっていうのはこの選手にとって大きなことかなと思いました。で、まあ、この位置でボールを持っていて、まあ、ドリブルが細かくはないのでそんなにドリブルでボールを運ぶっていうのはやめた方がいいですね。で、まあ、この位置でボール受けて、まあ、少しやるならいいんですけど、これ以上はドリブルしたくないですね。で、まあ、あとはロングで逃げるっていうのは大事かもしれないです。で、まあ、今回ね、パスシーンで、まあ、中盤で使っていて、ボックスボックスで使っていて、まず一つ言えるのは、そんなに目立たないなっていうのはありました。で、まあ、それはしょうがないと思うんですけど、まあ、隣にしそこっていう、本当に化け物カードがいるせいか、やっぱその存在感っていう意味では中盤2人しかいないのにもかかわらず、まあ、少し物足りないなっていうのはありました。本当に普通だなっていうカードですね。で、まあパスも出せますし、まあ守備もね悪くはないんですけど、安定感があるかって言ったら僕はないかなと思ったので、まあそのもう少しスピードであったり、もう少し守備スタッツなのか、もう少しプレイスタイルなのか、本当に守備に関して60点、65点っていう感じだったので、まあそこがね、75、80になってくれればもう少し良かったんでしょうけど、まあそこは微妙でした。で、パスは本当に素晴らしかったです。まあここが唯一の取り柄と言っても過言ではなかったと思います。
で、ここから、守護者にしていきました。ドリブルと守備を上げていきました。なぜかというと、まあ、スピードそんなにいらないなと思ったのと、で、かつ、ここボランチプラスプラスにしました。ディフェンス重視にしてみました。で、この時のシャビアロンソは本当にだいぶ良くなったなと感じました。で、もうもちろんドリブルっていう意味でも安定感加わりましたし、確実にこっちの方が扱いやすい。これぐらいであれば結構ドリブルできるなっていうレベルだったので、絶対こっちの方が僕はハマりましたね。守護者ですね。で、守備というよりスピード感ですね。スピード感はもともといらないので、守護者は十分だなと思いましたし、あともう一つ、ボランチプラスプラスのポジション取りですね。こっちにすることによって、四足のボックスボックスがより攻撃的になって、本当にシャビアロンソが前に出るっていうよりは、後ろにいるっていう感じでいたので、まあ今のもね、ドリブルとかも、やっぱりこのケミストリースタイルのおかげっていうのはあったのかなと思いました。で、ポジション乗りもね、比較的後ろの位置を取るように、ボランチプラスになってたんで、そこはすごい良かったですね。で、今のシーンね、ちょっと一回巻き戻しますけど、このシーン、ここで、まあ、ボール取られていいんですけど、やっぱね、ここ、まあ、いくらエンバペとはいえ、今のシーン取り切ってほしいですね。守備スタッツ強い選手なら取り切れますし、まあ、予測とか持っていれば全然取り切りますし、まあ、そこがね、やっぱ守備の、まあ、脆さっていうのは確実に感じた場面でしたね。なんで、まあ、本当に守備じゃなくて、パスはいいですけど、それ以上のものが何かもう一個必要だったのかなっていう、この金額感するのであればね、決してまあ、使えないかって言われると別に、まあ、9大点レベルには使えるかなって感じたんで、こんな感じで一旦置いていきます。では最後、シャビアロンソをまとめていきます。作成コスト45万コインになります。僕はね、ここだと思います。コイン高い、高い。決してね、まあ最終的に守護者つけていて、まあだいぶ手に馴染んできて、まあ悪くないなとは思ったんですけど、正直、金パトリでも同じことはできると思うんですよ。で、むしろ金パトリの方が使いやすいくらいだと思うんですよ。そのレベルのカードなんで、シソゴの方が圧倒的に強いですし、やっぱ中盤の選手として、まあ、アイコンケミで置いとくのは悪くはないけど、わざわざこの選手使わなくていいよねっていう形だったんで、まあ、この SBC がね、25万だって僕はそんなに悪い SBC ではないなと思うんですけど、やっぱ45万ってなってくると、今、アイコン確約37万ぐらいで来ていて、まあ、一発かけた方が僕は全然、まあ、むしろ、まあ、あっちで当たれば儲けもんですし、外れたとしてもこれぐらいのシャビアロンソであればリカバリー全然効くのかなと思いました。なので僕は45万でこのカードはちょっと苦しいなっていう雰囲気に思いましたね。で、まあそれこそセンタービートアイコンで欲しいってなったら、まあベロンという選択肢もある中、まあベロンとの違いはね、まあベロンの方が身長が大きいので多少ドリブルの不器用さはありつつも、やっぱね、ベロンはスルーパスプラスなので、僕はこっち派でしたね。値段的にも7万近くて結構大きいので、どっちが強いですかって言われたら、多分どっちも変わらないんですけど、プレイスタイルプラス、ロブタツがいいのか、スルーパスプラスがいいのかっていう好みだと思います。で、今回最初シャドウつけていて、途中から、ガーディアン?そうですね、守護者をつけていって、まあ、守護者をつけることによってボールコントロールであったり、まあ、ドリブルが90台乗ってくることによって結構扱いやすいなとは思ったので、もし使う方がいれば絶対このプレイスタイルがいいのかなと思います、という感じで終えていきます。まあとはいえね、ただ金カードベースカードよりはだいぶ使いやすくはなっているので、もしシャビアロンソファンの人がいるのであれば、まあ、作ってもいいのかなとは思います、という感じで終えていきます。まあとんでもないリークが来ていて、ナンバーワンの子がリークされていますんで、まあそれの意味でもね、ちょっと今無理にここに突っ込むなら、まあ SBC で確約引くの方が僕はおすすめです、という感じで終えていきます。もし質問コメントあればいつでもお待ちしております。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。